こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。松本人志が性加害疑惑報道に注力するため活動を休止する中、 ABC テレビの長寿番組探偵ナイトスクープは収録済みの回を通常通りに放送。松本の不在となる2月2日分と9日分には狭間鑑定が局長代理を務めることが発表された。番組は1988年にスタートし、松本は19年に3代目局長に就任。以前にも局長代理が立てられたことがあり、この時は狭間鑑定や西田敏行が代行していた。今回の一件は芸能界を想像以上の揺さぶる大事件になりましたね。松ちゃん含めまだそれを理解できてない芸人さんが多い気がします。下手をすればナイトスクープどころかテレビのバラエティ界の勢力図がひっくり返る案件。これでますますテレビ離れに拍車がかかるでしょうね。文春の記事が事実だということで動いているのでしょうけどね。本人が事実無根というのですから、どのような裁判を考えているのか。文春を相手取っての名誉毀損なのか、 A 子さんを相手取っての名誉毀損裁判なのか。資金力はあるでしょうから調査会社に依頼して証拠集めしているのかもしれませんし、プロ中のプロは調査対象者にわからないように見事に調べますのですごいです。文春の報道も野球選手の場合は嫌疑不十分で不起訴処分。今回も女性の言い分なだけ、ただただ文春が儲かっているだけにしか見えない。文春は性被害があった女性がいる話を聞いて真実だと思ったという主張で裁判も有利でしょう。やっともん勝ちのようで好きではない。上岡さん、西田さん、そして探偵の皆さんが築き上げてきた伝統ある番組なのに、松本人志の騒動でケチがついてしまいました。西田さん卒業の回、なぜか松本人志が登場してすっかり話題をさらったことは忘れません。あの時は本当に西田さんの立場がなかった。結局松本氏がだんまりだから、文春はこの話題を引っ張るために自らの持ちネタを吐き出し続ける状態になってるんだよね。逆に文春としては会見してほしいだろうね。というか他の芸能人たちがそうだったように当然会見するだろうと最初予想してたと思う。そうすれば芸能記者の厳しいツッコミ質問に対する松本氏の苦しい返答の上げ足取り記事書けるからね。まあそれでも裁判勝ち負けに関わらず文春の一人勝ちは不動だけどね。今夜のナイトスクープ3つ目の依頼で、松ちゃんは女性から振られそうになったら一旦なんとか寄りを戻して半年後に自分から別れる振るという話、軟化現状の松ちゃんに当てはめてしまいました。現在松ちゃんは芸能界から振られ干されかけてます。時間が過ぎてやがて世間が静かになり、やっぱり松ちゃんテレビで見たいわとか風向きがなってきたところで引退しますって発表するのではないでしょうか。前にもコメントしましたが、登場際が悪いですよね。今まで積み上げたものを手放したくないのだろうけど、はっきり言って積んでますよね。当初は事実無根と飲み会自体も否定しているような発言が、とうとうで種等で対応を変えて、今は性行為はあったが無理やりではないとダサって感じ。闇営業騒動の時は松本動きますなんて言っていたけど、自分の時はだんまり。せめて女の子を用意してくれて飲み会をセッティングしてくれた後輩は全く悪くないくらい言えばよいのに。北野武氏も言っているが、遊び方がせこい。文春の証拠も決定的なものは何一つない。しかし世の中は完全に黒へ向かっている。文春は売り上げを伸ばすためにネタを小出しにして内容を持っている可能性も十分ににあり得る。もし裁判で負けたとしても、売上と損害賠償を差し引きした場合、かなりの利益が見込めるからだ。完全流せの場合、信用は崩れるが、部分的な捏造であれば、さほどダメージはないだろう。すべてを信用するのではなく、賢く、冷静な判断が必要だ。この問題は長引きと思いますので、局長交代するべきだと思います。性加害云々より、女性たちと飲み会やコンパは実際に行われてたと思います。松本の言ってる事実無根は当てはまりません。これまで不祥事を起こした俳優の出演映画、テレビドラマ、CM 放送は即刻配信停止、放送中止されてきましたが、不祥事発覚前の収録だから放送して良いとはえらい違いますね。これまでの判断は間違い。これまで
みっともない不倫や売春したタレントは何人もいて、法を破った者もいたけど、基本的には謝罪や釈明の会見は開いてた。松本人志だけ雲隠れ、まるで政治家みたい。よほど自分が特別だと思ってるんだろう。その姿勢が一番みっともない。バラエティ以外に時事問題扱うコメンテーター番組もやってたのに、ずるいのか臆病者なのか。やってた内容はほぼほぼ犯罪。60にもなってこの逃げ方、人格疑う。松本さんは記者会見をせずに一方的に休業を宣言したことに理由があると考えるのが普通だと思います。しんすけさんとは違う形ですが、芸能界から引退する決意だと感じます。全てが本人の筋書き通り。イメージ商売なのに会見もせずいなくなるなんてね。今の時点では犯罪ではないかもだけど、沈黙を続けるのは完全に白ではないってことでしょう。嫌悪感を持つ人もいるはずだから、テロップはありでしょう。関西切手に人気番組、汚点にならなきゃよいけどね。テロップは必要なし。松本人志は犯罪を犯したわけでもないのに、ゴシップ週刊誌を鵜呑みにしないでよ。こんなんクレームつける人は自分のしょうもない人生のうさばらししてるんですから。12月22日って文春記者に直撃された日や、直撃された後に普通に収録できるんだから大したもんやで。上岡さんの退任後の初代局長の上岡龍太郎が芸能界を引退した00年4月も探偵らが年功序列で代行。なんか文章がおかしくないか。上沼恵美子さんが新局長になってくれたら番組に相性でしゅ。テロップ表示いる。まるで松本さんが悪いことをしたのが確定してるみたいじゃないですか。上岡龍太郎さん、西田敏行、松本、この呼び方の差は何？テロップを流したから良いというものではないだろう。映画やドラマなら放映中しか撮り直しだ。バラエティなら良いという判断は頭が歪んでいる。それでいいんだよ。文春ごときマスコミに踊らされる必要なんてない。別記事で書いてあったこと、武田清編集長の文春完売による話、誰も知らない情報を得てということらしい。今回の情報元が半グレだったりしてね。 W よく知らないけどね。調べる人間がいないだろうからね。全くもってバカバカしい。政治家も芸能人もパーティーが大好き。権力とその獲物の金と女、人間の欲望のるつぼの政界とメディアが腐り、そして日本丸も傾いていく。急にテレビに出なくなるなんて、なんか悪いことした人みたいだね。潔白なら出続けたらいいのに。松本人志という人間が消えても世の中は普通に回るから、なんだか知らないけど持ち上げすぎて景色悪いよ。松本さん、あなたは引き際のタイミングを狙うと同時に何か収益を得ていますよね。 WW